ふるさと南部です。ももこの妹のももこが山梨県南部町の紹介をさせていただきます。隣で姉のももこがふるさと南部の CG を買ってもらうように催促してます。南部町は山梨県の最南端にあります。山梨県の地図を市町村別にして表示してます。スマホでは見えないかもしれませんが、ももか姉さんの手で示したところが南部町です。次に拡大した地図を見ると南部町の位置がわかります。中央に南北に富士川が流れています。地図には書かれていませんが、北は身延町、そして南は静岡県です。昔は船で荷運びが発達していました。
武田信玄に被害を運んだとか。中央に富士川が流れているのがわかります。南部町火祭りが8月にこの富士川で行われます。静岡市日本平から見た富士山です。綺麗ですね。南部町から中部横断自動車道で清水を越えてすぐです。隣は身延町で日蓮宗久遠寺の桜が綺麗で観光客がたくさん押し寄せます。南部町には南部の湯などの温泉があります。気候は太平洋温暖気候で平均気温15度前後。人口は約8000人ぐらいで住みよい場所です。山梨県南部町は南部市発祥の地です。この銅像の子孫が源頼朝の藤原氏征伐で恩賞として奥羽の一部をもらい、南部氏の子孫の一部が移り住みました。身延線南部町の駅です。無人駅ですが、ふるさと南部の涼風が迎えてくれる里の駅の歌詞になった場所でしょう。南部町の富士見山系として富士山がよく見える絶景の場所。この写真の白鳥山森林公園、西洋公園、地蔵公園が挙げられます。道の駅富沢、道の駅南部で竹の子屋南部茶、南部茶による洋菓子、和菓子、飲み物などがあります。南部店も開かれてます。一番有名な祖先の霊を祀る伝統的な南部火祭りです。南部火祭り、富士の川、二尺花火が鳥なす子からとふるさと南部の歌詞にあります。また笛吹きももかもふるさと南部の心を大切にしたいです。最後に南部町にお寄りいただけると幸いです。姉の笛吹きももかの代わりで至らぬ紹介ですいません。ありがとうございました。ももこ。